南太平洋の謎の島、鳥も獣も生息できない無人島に漂着した7人の若者たちが見たものは何か。魚、海藻、ウミガメの卵、蛇でもトカゲでも食えそうなものは何でも集めるんだ。今日は言わせてもらうぜ。草を見たら一本一本引っこ抜いて、その根をしゃぶってみる。新芽を見たらこれも口入れて噛んでみる。これが食料探しだろ。餓死するか脱出するか、大自然と孤独の中で食料と水を求めて、生々しい人間の生きる欲望と執念、感知と裏切り。ぶち殺し。食べ物に不自由してるように見えて。マミ、助けてくれ、お願いだ。ねえ、あのキノコ食べられるんでしょ。あれを食べたらおしまいだよ。アイコさん、放射能が生んだ巨大な残虐無残な吸血マタンゴ、マタンゴにご期待ください。